こんにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。よくわかる技の伝承解説続けてまいります。はい、この前の動画で5章の3、4、5ですか、3、4、5説をまとめてお話をしました。はい、そこで物の運動と生き物の運動、ね、これをこうぶつけているお話をしました。全く質が違うんだよという話をしました。これ非常に重要なところなんです、ところだったんですけど、それに引き続きの第6節でございます。6節7節とさすがにこう現象学らしい、金子先生の現象学らしい側面からもキーワード話が出てくるんで、これはね6、7はちょっと別個で、しっかりと取り出していきたいと思うわけでございます。その第6節ですね、今度加減性という話が出てきました。おー、またそこまで行くんだっていうのを感じさせられるばかりの説なんですけど、申し上げた通りまさに現象学らしい立場のお話でございます。加減性、何かというと、これは私のある解釈、技の伝承に出てないことですけど、まあ多少ね身体哲学みたいな世界に足を踏み入れている方は、おーおーそうだねと、大事な議論だねと共有いただけるんじゃないかと思うんですが、デジタル時代の身体論っていうようなことに入っていますね。これデジタル時代の身体論、じゃあデジタル時代の身体論、これじゃあね、分かったようで分かんないんですけど、もうちょっと現実的にね、臨床現場が先にやっぱり走ってますから、一つがロボット、さまざま工業用ロボットとか、または体にくっつけてね、こうサイボーグのようにこう自分のこう荷物運ぶのに手伝ってくれるサイバー隊員車あるじゃないですか、この筑波大学作ったね、会社ですけど、筑波大の先生が、三階先生が作った会社ですけど、だったり、またはリアルな本当ほぼ人間性、自分と同じ影形で表情もなんか反応も似てるようなロボット作られてますね。私が知ってる範囲ですと、半大に石黒先生のご自身の、分身みたいなロボットから始まってきてますよね。あれもそう、ロボットの動きもう今回のこの話に入っています。なんだ、またはこれ VR もそうですね。今飛ぶ鳥落とすバーチャルリアリティ、いわゆる 3D の世界、 3D の世界もそう、その最も表現形態とするとどうですか、 e スポーツなんてその象徴ですよね。これもこの話に入っている。またはいろんな使い方が社会で、これから応用されていくであろう仮想現実、としてはメタバースみたいな、これも全部入ってる。思うのね、実体があろうがなかろうが動きとして感じるじゃないですか。当然ですよね。確かにそうだ、デジタル時代の動きですよ、これが。だし旧来で言うとですよ、これも入ってきますよ、ミュラリア錯視ってことですよね。これあーって、こんな名前知らなくても見たことありません？短く見える、長く見えるみたいな、同じ長さもね、なんだこれみたいな、錯視、同じだけどなんかそのように見えちゃうみたいな、そのように見えちゃう。この辺例示するとね、何がお伝えしたいか分かってくると思うんですよ。動いてるように見えちゃう、見えちゃう。ペラペラマンとかそうでしょ、ものすごく原点で言うとペラペラってペラペラマンが動いたように見えちゃう。ああ確かに、はい、それを金子先生は原子力の立場で加減運動、あたかも動いてる運動って我々の中に存在するし、人間としてそう感じちゃうよね。それを加減運動として一つ命名して見てみようじゃないか、どうですか皆さん、という6節なんですね。これああそこまでいるんだということを、まずのっけに、物の運動なのか生き物の運動なのかという、その流れの中で見えちゃう運動もあるよねと、いうお話ですよ。確かにって合体していただければもうこれだけでいいんですよ。金子先生のね、影運動のところバーッとね、精密精読しようとするとこんなになってきますからね、もうこれだけだ、はっきり言って、なので私の解説には多分こうやってね、解説までこれだけ分かれば同じですよってね、なるべく言いたいんでね、もうこれだけ分かれば別に読まなくていい感じですよね。言い換えると見かけの運動も言いますし、動いているような錯覚だし、言えば運動印象、運動印象ね、 A という、ね、A 点に点があるでしょ、これ B だ、
立ってるとなんか動いたよね、所長。これも運動現象、なんか動いた、移動したみたいな、そんな見え方がある。おお、確かに、なるほど。それを影運動と名付けている。うーん、確かにそういう現象あるな、現象あるなですよ、現象学だから。それだけなんですけどね、実はね。それだけって言ったらおかしいんですけど。で、その視点はもう何度も言ってます。ただいつもいつも出てくるんでね、確認ですけど、この旧説でも金子先生が口酸っぱく文献としてね挙げられ、ボイテンディクと、あとベルグソンね、世界のベルグソンの運動認識論みたいなのがガーンと引っ張り出してきていらっしゃいます。またはこれやるとどうしてもね、あの知覚も現象学難解なのやんなきゃいけないっていうので、まず大きな壁が第一歩でくるんですよ。メルロポンティの世界っていうのは全部このガンと中三その前提の見方として、現象学、知覚現象学として入っているものですね、ということです。まず、あ、確かにデジタル時代の動きって全部見かけだよなった、はい、まずこれだけ理解していただければいいです。で、そういうからには加減じゃない運動、見かけじゃない本当の運動とはやっぱり違うんだよって、またこれぶつけたいわけですよ、はい、加減運動に対して実体我々が動くということを自己運動っていうような言葉でね、半分精神分析学の入れたよね、自己運動ということも言葉を挙げてらっしゃいますから、これを皆さんに理解していただきながら、この次、自己運動、ね、見かけじゃない本当の動きって実際何なのというところをまずこう対峙したいですからね、次のボードをお待ちください。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。